はい。まあ今回は、大阪府立の一般入試の理科の2018年度の、題目1見ていきます。まあこれは科学の演習やと思って見てください。他の他県の人たちは OK、 いい問題なんで見ていきましょう。問題はこんな感じ、入りきれてるかわからんけど、まあこんな感じね。僕消えてたら声だけやで。OK、動画止めて解いてくれていいです。解いてください。軽く見てくださいね。じゃあ、ちょっとやっていきますね。まあ、実験1見ていくとこんな感じであって、まあ、文章長いんで問題文、問われてる問いだけちょっと読んでみましょう。括弧1、下線文 A について図1のように、気体を集める方法は何と呼ばれるか。水蒸気管法。 OK、 これできなかったらもう、科学の演習とかしてる場合じゃない。これは1年生のこの気体の性質、動画こんだけ上げてるんだけど、こいつらでやってます。だからここ間違えた人はぜひこれ見直して復習してください。 OK、 これ水蒸気管法、水蒸気管で、ついでに演習やからどういう時に使うかっていうのも見ていこう。水蒸気管は、水に溶けにくい気体を集めるものね。他に情報置換法、まあ情報置換、下方置換、下方置換法っていうのがあります。情報置換は、水に溶けやすくて、まあ空気より軽いもの、大切なのは空気より軽いものを集める。で、下方置換は水に溶けやすくて空気より重いものを集める。大切なのは空気より重いものを集める。 OK、 この3つがありました。まあいいでしょう。で、次の問題見ます。この水蒸置換法で適してない気体を全て選ぶ。これはできてほしいですね。これも E と A です。アンモニアと塩素です。 OK、うん、で多分、まあ、どこの動画か忘れたけど、動画、僕の理科の動画では言ってるんですけど、でね、あのイメージとしては臭いものって全部水に溶けるんですよ。で、みんなあんま見たことないかもしれないですけど、トイレとかキッチンとかのパイプってこんな風になってるんですね。これができなかった人はイメージとして持っといた方がいいのが、匂いのあるもの、匂いのある気体は水に溶けるんですよ、基本的に。 OK、 だから水道管とかこうなってんのは、その臭い匂いが、水に溶けてこっちに来へんようにしてんねんな。 OK、 なんであの形やねんって思っといた方がいいよ。水はあそこにおんねんな。 OK、 まあね、だから、アンモニアと塩素っていうのは匂いあるよね、覚えてる？アンモニアは、まあ、尿の匂い、まあ、刺激臭とか言われるんですけど、で塩素はプールの消毒剤の匂いって覚えてるよね、中学生では。 OK、 でまあ続いてなんで特徴を言うと、アンモニアは水に溶けてアルカリ性ね。 OK、 でまあ空気より軽い、これ覚えておこう。で塩素、意外と塩素の、性質覚えてない人多いんですけど、黄緑色ってよく言われます。で水に溶ける、あと漂白作用がある、覚えておいて。 OK、まあ、塩素のある場所に、マジックとかつけたらマジックのインクが消えますよとか問題でたまに出てきます。 OK、 まあこんな感じです。で次3番、発生用の試験管に2つの物質を入れて二酸化炭素を発生させるとき、発生用の試験管に入れる物質として適しているもの、これはまあ石灰石と、塩酸ですね。 OK、 だからアートカーです。いける、これも簡単やね。これできひんかったらもうマジで動画見直して、1年生の範囲です。いける？で、ついでに言うと、まあ選択肢に二酸化マンガンってあるよ。二酸化マンガンとオキシドール。これは酸素です。オッケー。で、他にもまあ銅と塩酸ってあんねんけど、これで水素は発生しないです。オッケー。水素はまあ金属に薄い塩酸って覚えさせられるんですけど、銅は無理です。銅とか銀とかも高いイメージのものは溶けへん。まあ水素出ないと思っといて。 OK、 だから僕の動画では多分アルミニウムとか亜鉛とかマグネシウム、鉄とかで覚えさせてますね、多分ね。 OK、 まあいいや、今回の答えはアートカーです。で次、下線分 B について初めの試験管をだから捨てるんですよね、集めない、なんでって聞かれます。これめちゃくちゃ出るよって動画で多分言ってます。まあ答え方としては、試験管に入っていた空気が多く含まれるためとか、元から試験管に入っていた空気が多く含まれるためって答えてください。 OK、 どの試験管やねんって言ったら、まあ、発生用のって書いてたらもっといいね。も発生用の試験管に元から含まれてた空気が多く含まれるためって答えてください。
OK。で、カッコ5、河川分 C についてアーカラウの宇宙試験管に、集めた気体が酸素であった時、だ酸素の特徴よね。これはまあ、あーやんな。閃光が激しく燃えるんやんな。火のついた閃光が激しく燃える。で、E に関しては、閃光の火が消えた。これはおそらく二酸化炭素のこと言ってるんですけど、まあ二酸化炭素の性質ではないねん。OK。中学生のよくある間違いの覚え方やねんけど、火が消えるのは酸素がないから火が消えると思ってね。酸素のない空間っていうのは、火は存在しないと思って基本的に。OK。だから二酸化炭素しかおらんからそこに入れたら火は消える。こんな感じで覚えといた方がいい。OK。だもし窒素しかおらんかったら火が消えるし。OK。で、次、水素だけやったらどうなんのって言ったら、ポーンと音を立てて燃える、覚えさせられるね。その時に水も発生するんですけど、だから、まあ、うですよね。うは水素です。オッケー。まあ、今回の答えはあです。で、これも1年生の範囲です。だから、この動画、3つ。まあ、ついでにアンモニア噴水見てほしいんですけど、まあ、4つできなかったら見といてください。オッケー。1から4、1から5に関しては中1の理科なんで、誰でもできると思ってください。で、次、実験に見ていきましょう。実験にも問題文、長いんで、問いだけ見ると、上の下線分 D について、1個の亜鉛原子は、陽子を30個持っており、1個の亜鉛原子が亜鉛イオンになると、水素分子が1個できる。って書いてるよね。1番、亜鉛イオンの式を答えよう。簡単やな。これ覚えてなかったらやばいと思って。ZN2 プラスで。で、1個の亜鉛イオンが持っている電子は何個か。これ間違えてる人多いんですけど、できてやいける。1個の亜鉛原子が、陽子を30個持ってるって言ってるやん。で、原子っていうのはプラスマイナス0です。だから、陽子が30個あったら、電子も30個あります。OK。で、例えばこんな風に原子があったとしたらな、これプラス2個あるし電子2個あるしってことで、同じ数だけあるのが原子なんです。で、イオンになるときってどうやってイオンになるっけって考えてほしいんだよな。イオンになるときはこういう電子が軽いって言ったやん。電子がどっか行ったら、これだと陽イオンです。プラスの陽イオンですよね。なんちゃらプラスのプラスが勝ってるから。 OK。 で、これ電子をもし仮にもらったら陰イオンになります。今回 ZN2 プラスなんで、電子2個失ってるんですよ。いける。電子を2個失ってる。で、もともと陽子30個、これ30個あると思ってな。プラスが30個あって、マイナスも30個ある。マイナス30個あるうちの電子2個なくなってんねんな。ってことは、亜鉛イオンの電子の数は30から2なくなってるから、30-2して28個。オッケー。はい、これもそこまで難しくないよ。問題文読みや。で、次、上の文順の EF から適切なものを選べって書いてます。問題文読むと、まあ、銅と亜鉛を比較した場合には、何々の方が陽イオンになりやすいということがわかるみたいな書いてるんですけど、まあ、上の問題文ちゃんと、読んでもいいんですよ。E さんと O 先生と E 先と O 先生の話、ちゃんと読んで考えてもいいんですけど、まあ、僕はめんどくさいんで読まなくても解ける方法というか、まあ覚えていた方がいいのが、化学電池一応動画出してるんですけど、一番最初ら辺に出してるんでめっちゃテンション低いんですけど、化学電池、まあ電池考えるときにはどっちが溶けやすいか、どっちが安いか、 OK、 値段的な価値がどっちがチャッチーかなって考えて、それでチャッチー方が溶ける。で、化学でいう溶けるっていうのはイオンになるって思ってください。理科でいうね。OK。 だから亜鉛と銅どっちの方が安い、どっちの方がチャッチーって言ったら亜鉛やん。銅の方が明らか高いイメージあるやん。わかる。だから亜鉛の方が溶ける、溶けるってことはイオンになる。 OK。 亜鉛は ZN2 プラスやから陽イオンなんだよ。 OK。 だから亜鉛の方が陽イオンになりやすい、つまり最初はいいですね。 OK。 で、次の問題読むと、ここでは銅板 A が正極となる電池ができて、電流が何々か何々、銅板がプラスやったら電流はプラスからマイナスに流れる。だから、銅板から亜鉛板に流れるよね。だから今回はここはうです。 OK。 7番までは誰でもできると思います。6、7に関しては中学生の化学電池の範囲で。 OK。 で、次の問題、実験3って書いてあります。
読むのめんどくさいんで問い読むと、 A から A のうち実験酸で B カーに入れる物質として薄い塩酸の代わりになるもの。 OK。 で、化学電池って基本的に薄い塩酸亜鉛板銅で習いますよね。で、中学3年生でよく習うのが薄い塩酸の代わりに何やる、何でできるってあるんですね。覚えさせられるんですけど、これ覚えといた方がいいのは、電解質の水溶液は全部いけると思ってください。で、特に中学生で出てくる電解質の水溶液としては、その塩酸と硫酸と食塩水とレモン、まあレモンオレンジとかの柑橘系ですよね、が出ると思って。だから電池の液体としてはこの4種類しっかり覚えといて。 OK。 で、それを覚えてる上で問題文見ると、まあ食塩水だよね。うね。で、9番、実験3においてアーからカーの金属の組み合わせで生じる電圧が最も大きくなるのはどれかって書いてます。で、まあ覚えてる人としては、まあ覚えてる人はいいんですけど、化学電池っていうのはそのどんだけ溶けやすいかとどんだけ溶けにくいかっていうのの差が大きければ大きいほど電池としては性能がいいんですよ。めちゃくちゃ電圧発生させるんですね。で、それ覚えてなかったも、問題文上の方に王先生が、陽イオンへのなりやすさの違いが大きいほど、大きな値になりますって言ってるやん。だからこれ読んで、あ、差が大きかったらいいんやな。差を見なあかんねんなって思って。で、まあ、イメージで解くとしたら、これ比べてんのが、銅とニッケルと亜鉛とマグネシウムやんな。いける。で、これ全部金属やねんけど、溶けやすさ、溶けにくさで見ると、価値があるやつの方が溶けにくいねんな。高いから。いける？ボロくないってこと。高いってことは。OK。だから絶対片方はどうやなってイメージ持ってた方がいいよ。いける？そしたら、まあ、選択肢的に、O かカーなんよ。どうやなって分かった人は。いける？だから、O かカー、だからマグネシウムとニッケル、どっちの方がチャッチーかなって考える。どっちの方が溶けやすいかなって考えんねんけど、その表を見たらマグネシウムのニッケル比べてるやん。いける？で、溶けるっていうことはマイナスのイメージ、嫌なイメージやん。自分が溶けるん絶対嫌やろ。だから溶けるっていうのはマイナスのイメージ、溶けるマイナスのイメージ、安いと溶けるんやろ。安い、溶ける、マイナスのイメージ、全部いけるよね。イメージ持てるよね。で、陰極になってるの、マイナス極になってんのはニッケルとマグネシウムやったらマグネシウムやん。いける？陰極なマイナスのイメージ溶けてんねんな。だからニッケルとマグネシウム比べたらマグネシウムの方がマイナスのイメージ安いってこと。 OK。 だから銅とマグネシウムが一番いい組み合わせ、 O ってこと。いける？イメージとしてる、イメージとして解くとしたらこんな感じ。多分僕イメージで教えてるんで、だから安いやつといいやつを組み合わせたら電池としては性能がいいんですよ。 OK。 イメージとして解いたらこんな感じで、実際にちゃんと理科的に解くとしたら、ちょっとやってみると表に、どっちがどんだけ解けやすいかなとか書いてるんですよ。 OK。 で、比べるんで、まあこんな風に、陽イオンになりやすさね、どっちがどれだけ解けやすいかって言ったら、まあ実験2で亜鉛の方が陽イオンになりやすい、解けやすいって分かってます。で、これは表ですよね。銅と亜鉛、銅とニッケル、マイナスになってるのはニッケルか、ニッケルの方が溶けやすい、イオンになりやすい、マグネシウムの方がイオンになりやすい、マグネシウムの方がイオンになりやすいって並べてるな。そしたらこれをもう一列に並べると、まず銅と亜鉛、銅が一番溶けにくいから銅やんな。で、次に亜鉛ですよね、おそらく。なんでかって言ったら、まあ見てくれたら分かるんですけど、亜鉛ってこっちにおるときあるやん。いける？だから亜鉛よりマグネシウムの方がなりやすい。で、マグネシウムはニッケルより、なりやすいねんな。だから、亜鉛っていうのの方が、これニッケルより強いし、マグネシウムよ、ニッケルはマグネシウムより強いしみたいな感じね。だからこいつが一番陽イオンになりやすい、一番溶けやすくて、銅が一番溶けにくいってわかるから、この組み合わせが一番いいよっていうので解くんですよ。OK。 まあこんな風に解くのが中学生のこの問題としてのやり方ね。もちろん僕はイメージをおすすめします。で、一応イオン化傾向っていうのを習っている中学生がいるんですよ、最近は。イオン化傾向を僕一応動画出してるんですけど、リカリカ生あるぜ、テニスのひどい水銀銀白金金っていう、あれイオン化傾向ってイオンになりやすい、溶けやすい順なんですよ。で、それ書くと、
リーカリッカリーカリッカ生あるぜ手にすなひどい水銀銀白金金ってあるんですけど、四化傾向を覚えてたら、まあ、こっちになればなるほどイオンになりにくい、こっちに行けば行くほどイオンになりやすいんで、銅とマグネシウムと亜鉛とニッケル、この4つ比べてるってことだ。こいつ一番左におるマグネシウムが一番イオンになりやすくて、こいつがイオンになりにくいんで、この組み合わせが一番いいよって。イオン化傾向を習ってる中学生はこれでも解けます。問題文無視してね。OK。では最後の問題に関しては、イメージで解く型破りなやり方と、まあ、問題文に沿ってちゃんとやるやり方。で、ちょっと発展してる中学生は、問題文読まずにイオン化傾向でも解けます。OK。問題文と答え。貼るんで、やってない人はやる。で、一応なんかもうしっかりやらんでも問題を見て、あ、そうやったなって思い出すだけでも知識になるので、やってください。で、今回のこの動画に全然ついていけなかった人は、僕一応科学の範囲は動画全部取り終えてると思うので、復習してください。気体の性質と電池ですね、今回は。OK。あとイオンの範囲もね。いける？まあ、概要欄とかに貼っておくんで随時復習してください。はあ、疲れた。もう喉カラカラ途中から。バイバイ。